そうですね、このようなアウトサイド、しっかりと練習してきました。やはり小坂選手がああいう、いや、そしてブロックショットいいですね。ブロックきましたね、小坂です。さあ竹内だ、竹内キックアウトのパスはちょっとシュートまで行きれなかったですね。小坂が奪って、そしてボールをつないで、トラビスだ。動いた後どちらかこう体半分空いてるところにあのボールを寄せて、でいいパスをさせてるって、いいパスをしてシュートが打ちやすい。ニュービルに対して後藤がすごく蹴る。お、ニュービルからボールを奪った後藤。うわ、いいパスでしたね。はい、そしてちょっといいペースになってきたな。スパレがいいペースになってきましたね。はい、はい、リフォードのスリーはこれはもうたまらずですね。やはり山崎さんおっしゃるように、はい、全員が乗ってきますよね。なるほど、やっぱりゲームの中っていうのはそのスキルを多分もうあのコンスタントに発揮するっていうことだけで、点差に追い上げている島根です。須藤、ここは小坂がブロック。細川もスリーはあります。鈴木達也ブロック、ハーパーよく拾った、ファールです。上に行けませんので、はい、はい、非常に島根のディフェンスがいいんですよね。ファンの皆さんが集まった平日、松井総合体育館です。ただ新潟もやはり連敗止めるためのきっかけを一つ作りたかった。初めて9点差、最大のリードを奪った宇都宮。小坂から安藤、スリードでしょう。金丸がしっかり渡辺を抑えていました。前に出て野本、その隙間をついた小坂です。いや、